ガマテは1990年に台湾のビットコーポレーションシャトンクトンクの子会社のトンコーカギから発売された携帯型ゲーム機である。台湾以外では中国、オーストラリア、ヨーロッパの一部、アメリカ、南アメリカでも発売されていた。台湾のビットコーポレーションシャトンクと子会社のトンコーカギから発売された携帯型ゲーム機である。 ゲームボーイの影響を受けた携帯ゲーム機の一つとして知られている。他には、ワタラスパービジアン、メガダックなどある。そして、ゲームボーイの影響を受けた携帯ゲーム機の中では、比較的早く発売されていた方に入る。当初は、台湾発の携帯ゲーム機として期待されていたのか、台湾のゲーム雑誌、テレビ CM、果ては、海賊版のファミコンのイン1カセットの利面など、 至るところに広告を出していたが、売れ行きはゲームボーイが当時の台湾ですでに人気を博していたこともあり、同メーカーのスーパー A キャンと同じく商業的には失敗に終わり、ビットコーポレーションは1992年に営業を停止した。ビットコーポレーションの営業停止後でも、んっくと子会社のドンコ鍵でガマテ本体とゲームソフトの生産を引き継いだが、 売上は上がらないまま一向に変わらず、最終的に、トン交換には600万ドルの赤字を出して倒産し、ツラネカ電子本体にも影響を及ぼした。台湾以外でも我までの広告はあったが、これらも、商業的には、失敗に終わり、中国以外の販売代理店のほとんどは1992から1993年あたりで我までから、撤退した。の2種類がある。 台湾以外では地元の販売代理店を通して中国、アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ圏、オーストラリアでも名前を変えて発売されていた。などがある。ガマテのゲームの特徴はテトリスやロードランナーなどのクローンゲームや他社の著作物を部分的に引用している3歳ゲームが多い。しかしオリジナルのゲームもいくつか開発している。 現時点で72本のゲームが確認されているが、これらのゲームの情報が少ないためまだ未確認のゲームがあると思われる。また、ビットコーポレーショントンク以外でガマテのゲームの開発に関わっているメーカーは少なくともガンテックとヘンジェムをエレクトロニクスが開発していることが判明している。ガマテの広告。2018年1月3日閲覧。ガマテの広告。 2018年1月3日釣らん。ガマテの広告。2018年1月3日釣らん。ガマテについて。2018年1月3日釣らん。アザーカンパニーズ。2018年1月3日釣らん。ありがとうございます。